ヘンリ・シュラディークは、ドイツのバイオリニスト、教育者、作曲家。とりわけ教育者として巧妙で、彼が作曲したバイオリンの練習曲集は今日でも広く用いられている。シュラディークはハンブルクに生まれた。彼は父から最初のバイオリンの手ほどきを受け、6歳にして公開演奏デビューを果たした。ブリュッセル王立音楽院ではユベール・レオナールに師事し、一等賞を獲得している。その後ライプツィヒに赴いた彼はフェルディナンド・ダビッドに弟子入りした。1863年にはブレーメンで行われたカール・ラインターラーの演奏会においてソリストを務めた。翌年、シュラディークはバイオリンの教授としてモスクワ入りする。1868年にハンブルクへと戻った。彼はレオポルト・アウアーが退いて空席となったフィルハーモニック協会の指揮者に就任した。6年後、彼はライプツィヒゲバントハウス管弦楽団のコンサートマスター、ライプツィヒ音楽院の教授、歌劇場管弦楽団の指揮者を務めた。キャリアの抜本的転換の必要性を感じたシュラディークはアメリカへ渡り、シンシナティでシンシナティ音楽院の教壇に立つようになると同時に、交響楽団を組織した。1889年には、ハンブルク音楽院で教鞭を取り、ハンブルクでのかつての職を引き受けた。しかし、それからアメリカへと戻った彼はニューヨークやフィラデルフィアで教職を継続した。シュラディークは1900年もしくは1906年から活動を開始したコーム音楽大学のファイミュー、アルファシンフォニア音楽友愛会、ベータ支部の会員であり、友愛会のニューヨーク同窓会で活動していた。彼は練習曲や指の訓練のための教育的なバイオリン曲を作曲し、当時のバイオリン教育における第一人者の一人として名声を獲得した。また、彼はバイオリン制作に関連する仕事にも関心を持っていた。シュラディークの門弟にはオトカル・ノバーチェクやセオドア・スピアリングらがいる。ありがとうございます。